はい、福ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画ですが、茨城県のつくばに来ています。ここはつくば駅近くにある中央公園ですね。福ちゃんが講師として通っている専門学校の一つがつくばにあるんですが、学校に向かう少しの合間に立ち寄ってみました。この中央公園には様々な彫刻が並んでいたり、大きな池にはカモやコイが泳いでいたりして、とても落ち着いた公園です。また公園の奥にはつくばエクスポセンターという施設があって、福ちゃんも中には入ったことはないんですが、外に大きなロケットが飾ってあって、これが迫力があってとても見応えがありますよね。今回はこのロケットを含む中央公園の風景を描いてみようと思います。では早速こんな感じの構図で描いてみようと思います。今回下書きをしないで直接描いていこうと思っているんですが、ロケットだけマスキングテープでマスクをしておこうと思います。今回使う紙はハーネミューレーのセザンヌ中目を使っていきます。使う絵の具はウィンズ&ニュートンのプロフェッショナル水彩を使っていきます。まず空から着色をしていきます。色はフレンチウルトラマリンを使っています。上部から下にかけてグラデーションをかけていき、ちょうど建物が来るあたりまで軽く色を流していき、ティッシュで押さえていきます。次に湖の広い面を着色していきます。色はフーカスグリーンにウィンザーブルーレッドシェードを混色した色を薄く置いています。次に建物のシルエットラインを押さえておきます。この建物は先ほどご紹介したつくばエキスポセンターですね。左手前の公園の植え込みの緑のベースを着色していきましょう。少し動画が飛んでしまいましたが、建物を描いていきます。建物に凹凸や陰影をつけて、それらしい立体感を持たせていきます。画像に写っている風景が遠すぎていまいち構造が分かりにくいんですけども、後から手前の木々で隠れてしまう部分も多いので、ここはなんとなく雰囲気で押さえていきます。建物全体はグレー調で着色をしていますが、色はウィンザーブルーレッドシェードにセピアを混色して作ったグレーを使っています。円形の背景の緑を入れていきます。一番奥の森っぽくなっているところはシルエットラインで形を抑えていきます。色はフーカスグリーンにセピアを混色した深い緑を入れていきます。ロケットに色を差していきます。ウィンザーレモンとウィンザーオレンジで色を塗っていっています。ここで気づいたんですが、マスキングを行う際にマスキングテープが少し太すぎたようで、ロケットが太くなってしまいました。本物のロケットはもう少し細くスマートなんですが、ちょっと太っちょになってしまいましたね。少し気になってしまいますが、このまま進めていきましょう。全体的に色を差していっています。今回特に下書きをしないで描いているので、風景の位置確認をしながら行うという意味も含めてですが、一箇所を集中してやりすぎるとどうしても全体の色の入り方のバランスが悪くなってしまいますね。ですので、できるだけ一箇所に集中しないで全体を捉えながら色を差していくっていう方がいいと思いますね。全体にベースの色が入ったら、少しずつものの印象を深めていきましょう。画面左下の公園の埋め込みの部分のシルエットラインをざっくりと描きました。色は基本フーカスグリーンを使っています。若干上部の方の緑にはフーカスグリーンにイエローオーカーを混色した色を使っています。さらに円形の木々はフーカスグリーンにセピアを混色した色でシルエットラインを押さえています。今回のこの風景のメインになる手前の木々を描き始めています。手前の木々から伸びて折り重なっている枝なんですが、逆光で質感が捉えられないので、ここはシルエットラインだけで描いていくようにします。シルエットで描いていくといっても、最初から濃い色でべったり塗っていくわけではなくて、最初は薄い色でベースラインとプロポーションをとっていきます。もちろんこれだけ複雑な枝ぶりなので画像の見本通りとはいかないですが、全体的な雰囲気を抑えるような感じで描いていきましょう。手前の公園の埋め込みの緑や円形の緑を塗り重ねていっています。今回たまたま公園に行った日が雨上がりの日で、日も出ていなくて全体がどんよりとした風景を描くことになってしまいましたが、緑のある風景を描くときは
むしろ晴れている時よりも曇っている日の方が描きやすいかもしれないですね。また春先や夏の緑よりも秋から冬にかけての緑の方が描きやすいような気がします。木々の緑を描くときに絵の具の緑の色を使うと思うんですが、透明水彩の特に基本色に入ってる緑の色っていうのはなかなか自然界にある緑とはかけ離れた緑をしていて、混色をして使わないといかにも絵の具の緑の色を塗りましたというような色になりがちなんですね。特に春先や夏の緑は青々と明るい緑の色をしているので余計にその傾向が強くなってしまいがちです。どんな季節の緑を描くときも重色や混色をすることは絶対条件になってきます。秋から冬の緑を描きやすいというのは深く沈んだ緑の色が多いので、どうしても混色をしないとその色が表現できないですよね。つまり混色をして緑の色を出そうという癖がつきやすいということですね。今回の画像のように曇っている風景の緑は本当に深い色をしていてくれるので、そのあたりのことを意識しやすいと思います。極端な言い方をすると、描くものや風景の色合いを必ず絵の具が単色で持ってるとは限らないわけで、それを表現するためには絵の具の色から色合いや色味を作り出さないといけないということですね。ですので単純に木々は緑だから緑の絵の具を塗ろうだとか、海や空は青いから青い絵の具を塗ろうだけだと、なかなかそれぞれの持つ色合いや色味を表現するのは難しいと思いますね。もちろん描くものにもよりますが、特に自然物はその傾向が強いような気がします。少しややこしい言い回し方をしてしまいましたが、そんな話をしている間に絵の方は随分進みました。湖の向こうの木々に色が入っています。この木々の色は風活グリーンに少しウィンザーブルーレッドシェードを混色して、さらにセピアを混色した深い目の緑になります。その色を若干ドライブラシ気味で何度も塗り重ねを行って、遠くの木々のイメージを出しています。画面左下の公園の植え込みの質感をさらに色を塗り重ねていっています。ここで使っている色も円形の木々を描いた時の組み合わせとほとんど変わらず、フーカスグリーンとウィンザーブルーレッドシェードとセピアの組み合わせで、描く箇所によってその色の使う割合を変えているだけです。ここでは福ちゃんはこの3色を組み合わせて着色をしていますが、描く時の色の組み合わせは描く人によって随分変わってくると思います。混色の組み合わせには特にルールがあるわけではないですが、ただそれぞれの色が持つ性質と色の持つ法則というものがあるので、描く側としてはそれがベースにあってどの色を組み合わせて描こうかということを決めているような気がしますね。例えば緑の場合だと黄色と青が組み合わさってできている色ですよね。そこに光と影の関係が入ってくると、明るい箇所には黄色が多く反映されますし、逆の影になる部分には青紫のような色が反映されてきます。青紫には赤が入っているわけですから、緑に青紫が混色されると赤、青、黄色の三原色が全て混色されたことになりますよね。色彩的には三原色が等分に混色されると黒に近い色になると言われているので、どうしてもくすんだ暗い色味になってしまうと思います。ですので影の部分を表現するときはその原理を利用して暗い部分には青を混色したり、さらに暗く抑えたいときは紫を混色したりしていくわけです。今回福ちゃんが使っているセピアという色も赤、青、黄色の三原色が混ざって作られている色なので、さらに暗い部分にはウィンザーブルーレッドシェードを混色しているという感じでしょうかね。制作の方は池に少し色を塗り重ねて手前の木と枝ぶりを描いています。池は少し暗い目の色で、奥が暗く手前を明るめにグラデーションをつけて距離感を出してみました。色はフーカスグリーンにウィンザーブルーレッドシェードとセピアで、植え込みや木々に使った色と全く同じなんですが、この色合いを薄めて塗り重ねていっています。木と枝に関してはウィンザーブルーレッドシェードとセピアの組み合わせで作った黒に近いグレーを使って塗り重ねていっています。
手前の植え込みの特に暗い部分に深い目の色を少し思い切って塗り重ねています。ここではセピアとウィンザーブルーレッドシェードをメインにして少しフーカスグリーンを混色したほとんど黒に近いグレーを塗り重ねています。ここで大胆めに暗い色を乗せたとしても乾くと全体が薄くなるのと、あと透明水彩なので最初に塗った緑は必ず反映されてきますから、色を乗せた時は少し強い色を乗せすぎかなと思っても乾いてみると意外とまだまだ物足りない感じになることが多いです。着色は枝ぶりの方に移っています。幹の特に下の部分はそれなりに明るい部分と暗い部分の差をしっかりつけて少し質感なんかも描いておきます。ただ上の方に行くに従って陰影感を強くしていき、伸びている枝に関してはシルエットで表現していきます。今回のような風景画を描くときは参考画像と全く同じように描こうと考える場合以外はなんとなく全体的な雰囲気を捉えて描く感じでいいと思うんですね。場合によっては風景の中にあるもので絵として邪魔に感じるものは省いてしまってもいいと思いますし、逆に寂しいなと思えば人を描いたりしてもいいと思いますね。今回の場合これだけ枝が密集して張ってる場合は絵にした時に画面が重々しくならないように多少省いて省略してみたり、全くそのままを描くというよりかは全体の雰囲気で捉えて描いていいと思いますね。枝は太い目の枝から描いていき、ある程度全体のバランスとプロポーションが取れたら細かな枝ぶりを描いていきます。枝の色の濃さは描きながら調整をしていっていいと思いますが、シルエットで見せると言っても完全に真っ黒にしてしまうという意味ではなく、多少濃い部分と薄い部分のムラがあっていいと思いますね。あとは描きすぎに注意するというところでしょうかね。円形の木々に幹と枝を描いていきます。ここはしっかりとした枝ぶりや形を取るというよりはなんとなくある感じが伝わる程度でいいのではないかなと思います。では池を描いていきましょう。池の水は風が吹いていることで穏やかな波が立っています。また円形の方は木の影が映り込んでいて少し暗くなっていますね。そのあたりを表現していきましょう。波が立っている暗い部分はフーカスグリーンにセピアを混色した色を使っていきます。少し細い目の筆を使って波の揺らぎを根気よく描いていきましょう。ここで注意する点は波の揺らぎの大きさを遠くの方は細かく、手前に近づいてくるに従って大きく表現して遠近感を出すことですね。湖表面が揺らいでいる描写を均等にしてしまうと全く遠近感が感じなくなってしまうので距離感に合わせて変化をつけていきましょう。あと揺らぎの表現を池全体に均等に描かないということですね。それをしてしまうとかなりうるさい画面になってしまうので、池表面が反射して光っている場所なんかを選んで描かない箇所と描く箇所のバランスを見ながら描いていきましょう。そういえば噴水のことに全然触れてなかったですね。ここで噴水の水を描いていきましょう。噴水は不透明のホワイトを使って表現していきます。絵の具はいつも使っているブリードプルーフホワイトを使います。水の吹き上がった表現や水しぶきの返しなどをドライブラシ気味に表現をしていきます。あと湖表面の特に明るい箇所などにもホワイトを入れていきます。ここはあまり入れすぎないようにほどほどにしておくことにします。はい、いかがでしょうか。今回はこんな感じで完成にしておきたいと思います。はい、今回は筑波の中央公園の風景の一角を切り取って描いてみました。いつも風景は検索画像などを参考に描いていましたが、またこんな形で描きたい場所に行って構図を決めてから描いてみようと思います。今回の動画が面白いと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録を、
また感想やコメントなどいただけましたらとても嬉しいです。では次回福ちゃんのお絵かき工房でまたお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。